どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、国内旅行の飛行機遅延保証が付帯しているクレジットカードですね、こちらをまとめてね、解説やっていきたいと思います。先日もですね、悪天候の影響で飛行機をね引き返したりとかですね、またね目的地が変わったりとかですね、そんな話も聞いておりますので、台風のシーズンにですね国内旅行ね検討されている方であったりですね、また SFC 修行だったり JGC 修行ね検討されている方はですね、悪天候の時にもですね強い味方にねなってくれるかなというふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。まず国内旅行の飛行機遅延付帯のねクレジットカードとはという話なんですけども、搭乗予定のですね飛行機が運航される計画であって、その便がですね欠航とかね遅延を起きた場合にですね保険金がもらえる制度っていう風になっておりまして、欠航はねその名の通り飛行機がね欠航したら保険が受けられるっていう風になっているわけなんですけども、遅延の場合はですね4時間以上のね遅延が起きた場合ですね、こちらの保険が適用されるっていった形になってるんですよね。でですね、今回紹介させていただくのは国内旅行時ということで、飛行機遅延保険の付帯のねクレジットカードっていうのは国内旅行と海外旅行ですね、こちらで分かれておりまして、今回ね解説させていただくのは国内旅行っていう風になっておりますので、これね注意していただきたいなっていう風に思っているわけなんですけども、この海外旅行でですね飛行機遅延保険が付帯しているクレジットカードっていうのは結構あるわけなんですけども、これがね国内になるとですね結構少なかったりするんですよね。で基本的にはですねゴールドカード以上のですねクレジットカードに付帯しているわけなんですけども、これがですね国内も対象なのか海外旅行のみね対象なのかっていうのも、こちらねクレジットカードによって分かれているっていう風になりますので、両方保険がね受けられるクレジットカードなのかっていうのもですねぜひね確認していただければなという風に思うわけなんですよね。まあ付帯しててですね実は付帯してなかったっていう風になるとですね結構ね残念な気持ちになるかなというふうに思いますので、こちらねチェックねしていただければなと思います。基本的に国内旅行保険の付帯しているねクレジットカードだと、この欠航だったり4時間以上のね遅延が起きた場合ですね、1万円から2万円のね保険が降りるっていった形になっておりまして、まあそのお金でですね食事代であったりですね宿泊費代などに充てることができるっていった形になってるんですよね。でですね、もう一つ注意していただきたいのが、国内旅行のですね遅延保険のね付帯しているクレジットカードに関しても、利用付帯なのか自動付帯なのかっていうのはクレジットカード会社によってね変わるっていった形になりますので、この点もね注意していただければなと思います。自動付帯の場合はですね、そのクレジットカードを保有しているだけで保険がね適用になるっていう風になりますし、利用付帯の場合はですね、その旅行の一部でもですね支払いに当てないと保険がね降りないっていった形になっております。こちらもクレジットカード会社によってですね決まっておりますので、この点もね注意していただければなと思います。でですね、私に関してはこの飛行機のね遅延とか欠航っていうのはほとんどね当たったことないんですよね。先日のね ANA のダイヤモンド修行で沖縄から羽田に戻る便でですね欠航かみたいなね、まあ、そんな話にはなりましたけども、まあ結局ね飛行機、まあ、遅延はね1時間ぐらいしましたけど無事飛んだということで、こういうのにね当たったことがないんですよね。それではですね、この飛行機遅延の保険がですね付帯しているクレジットカードについてなんですけども、今回ですねメインで紹介させていただくのは自動付帯のねクレジットカードを紹介させていただこうかなっていうふうに思っておりまして、まあそれにプラスしてですね利用付帯のクレジットカードもですね一部ね紹介していきたいなと思います。もしねこれからですね修行とか台風のシーズンとかにですね飛行機に乗られる予定がある方はですね、ちょっとね検討してみるのも一つではないかなと思います。まずクレジットカード全体的にですね、この JCB のクレジットカードっていうのはゴールドカード以上のねクレジットカードであると、旅行保険っていうのはですねもともとねすごい手厚いのが JCB って言った形になってるんですよね。ですので JCB のねゴールドカードは基本的にねおすすめって言った形になるわけなんですけども、一部ですねこの JCB のゴールドカードでもですね、発行元はね別にある JCB のゴールドカードっていうのもありますので、この点もね注意していただければなと
思います。それではまずね、こちらの JCB ゴールドですね、こちら JCB のプロパーのねゴールドカードっていう風になっておりまして、こちらですね、年会費が1万円プラス税金がねかかるクレジットカードっていう風になってるんですけども、登記地保証もですね自動で付帯されているクレジットカードっていう風になります。でこのクレジットカードのですねおすすめポイントっていうのは、こちらね初年度年会費無料なんですよね。もしね2021年に SFC 修行だったり JGC 修行ですね、台風のシーズンとかに行う方であればですね、まあ1年間の間は年会費ね支払うことがなく、またね自動付帯でこの飛行機遅延保証もですね受けることができるっていった形になっておりますんで、かなりねおすすめっていった形になっております。でですね、こちらの JCB ゴールドクレジットカードなんですけども、2021年6月現在ですね、こちらポイントサイトに案件がないっていった形になりますので、公式サイトからですね申し込みしていただくっていった形になります。また個人事業主の方であればですね、この JCB カードの Biz っていうねクレジットカードのゴールドカードですね、こちらもですね初年度年会費無料にもかかわらずですね、ポイントサイトハピタスに5000分の案件として出ているっていった形になりますので、こちらもね初年度年会費無料で、またね飛行機遅延保険もですね付帯しているクレジットカードっていう風になりますので、こちらの JCB ゴールドよりもですね5000分のポイントがねもらえるっていった形になっておりますので、おすすめっていった形になっております。それでは次にですね、こちらのクレジットカードですね、結構ね私のチャンネル見ていただいている方は馴染みのあるクレジットカードかなというふうに思うわけなんですけども、 ANA の JCB ゴールドカードですね、こちらは JCB のね先ほどのこちらのクレジットカードとは違ってですね、初年度から年会費がね1万4000円プラス税金がねかかるっていった形になっておりまして、年会費が初年度からねかかるっていう点ではですね、ちょっとねデメリットかもしれないんですけども、飛行機遅延保険もですね自動付帯で利用することができるっていった形になっておりますので、 SFC 修行される方で ANA のねクレジットカードが希望の方はですね、その修行する年だけでもですね、こちらね検討する一つにしていただければなと思います。こちらね ANA のクレジットカードっていう風になりますんで、 ANA のね航空券購入される場合はですね、100円でね2マイルが貯まるっていった形になりますので、こちらもねおすすめポイントという風になります。私もですね先日の ANA のダイヤモンド仕様で本当にね欠航になるかみたいなねそこまでなりましたので、ちょっとねスーパーフライヤーズカードを ANA アメックスゴールドクレジットカードにね付帯させているわけなんですけども、まあ、こちらはね今キャンペーンを狙って発行したっていう経緯がありますので、まあ、次のね SFC 付帯するのもですね ANA JCB ゴールドクレジットカードにねちょっとしようかなって今検討してるっていう感じなんですよね。それでは次にですねこちらですね、結構保有されている方もね多いかなと思うんですけども、 ANA ビザマスターゴールドクレジットカードですね、こちらは利用付帯っていった形になりまして、旅行の一部でもですね決済しないと付帯しないクレジットカードにはなるわけなんですけども、飛行機遅延のね保証も入っているっていった形になります。年会費はですね1万4000円プラス税金ということで、こちらね初年度からかかってくるわけなんですけども、人気もね結構あるクレジットカードということで、保有されている方もね多いかなっていうふうに思います。で利用付帯ということで、もしね ANA の航空券購入する際にですね ANA スカイコインでね支払う場合ですね、残金をですね1000円でも残していただいて、その残金をですねこの ANA のクレジットカードですね決済していただいてもですね保険適用になるっていう風になりますので、 ANA スカイコインね利用される方はですねこんな感じでもですね付帯させることができるっていった形になっておりますので、こういうね利用方法もあるっていうことをですね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですねこちらのクレジットカードですね、 JAL JCB クラブウェイゴールドクレジットカードですね、こちらはですね年会費が初年度から1万6000円プラス税金ということで、 ANA よりですね年会費が高めっていった形になっているわけなんですけども、こちらもね JCB のゴールドカードということで、自動付帯でですね飛行機遅延保険も付帯しているっていった形になります。もしね2021年に JGC 仕様を、ね、検討されている方はですね検討の一つに入れてみてもねいいのではないのかなと思います。それでは次にですねこちらですね、 D
D カードゴールドクレジットカードですね。こちらは年会費がね、初年度から1万1000円かかるクレジットカードっていう風になっているわけなんですけども、後期遅延保証もですね、利用付帯で付いているクレジットカードという風になります。で、このクレジットカードはですね、まあ利用付帯ということで、利用しないとですね保険適用にはならないわけなんですけども、年会費1万1000円でですね、ドコモのゴールドカードという風になりますので、 NTT ドコモね、利用されている方であればですね、かなりねメリットも多いクレジットカードという風になりますので、こちらね結構おすすめっていった形になります。またですね、こちらの D カードゴールドはですね、ポイントサイトハピタスに2021年現在ですね、2万5000円分のポイントが発行するだけでもらえる案件も出ているっていう風になりますので、利用付帯でね保証にはなるわけなんですけども、年会費がね1万1000円、でもポイントサイトハピタスでもらえるポイントは2万5000円分という風になりますんで、もらったポイントをですねそのままね1万1000分現金にしていただければですね、年会費チャラで残り1万4000円をねもらえるっていった形になりますんで、またですね、新規入会キャンペーンとしてこんな感じでねキャンペーン行われてるんですよね。最大ね1万1000分のポイントもねもらえるっていった形になっておりますので、利用付帯にはなるわけなんですけども、かなりねおすすめのクレジットカードという風になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、国内旅行保険の飛行機遅延保証がね付帯しているクレジットカードをですねまとめてね紹介させていただいたわけなんですけども、この飛行機遅延保険についてはですね、私もそうだったんですけども、その状況になってみないとですね入っとけばよかったって思わないと思うんですよね。まあ飛行機をね利用して欠航とかね悪天候とか、まあ台風とかもそうですけども、まあ当たる確率ってそんなに多くないじゃないですか。まあ私に関してはですね、まあ、特に天候が悪かったわけではなくて、まあ、機材トラブルで欠航になるかみたいなね、まあ、そんな話だったんですけども、まあ、なかなかねこれをヒットするっていうことも確率的にはねそんなに高くないわけなんですけども、もしね国内とかで SFCCO とかね JGCCO とか JAL のね回数収容もそうですけども、そういった感じで飛行機乗る機会がね多い方に関してはですね、一回ね検討ねしてみていただくのもいいのではないのかなと思っております。まあ私もですね、今後この国内旅行保険ね、何か付帯しているクレジットカードね一つでもいいからね持っていきたいなと思っております。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。